ミュージックボイスをご覧の皆様、こんにちは。映画ありふれた未来で佐々木めぐみ役を演じています桜庭ななみです。私が演じるめぐみはですね、10年前に彼を亡くしてしまって、そこから前を向いて頑張ろうと進んでいる女性を演じています。頑張れる源になるものは、美味しいお寿司を食べた時です。映画ありふれた未来は3月10日より全国公開されます。ぜひ皆さん劇場に足を運んでください。以上、桜庭ななみでした。